皆さんお疲れ様です。コストコ情報部です。今回は食べるな危険、絶対ハマる有名高級チョコから大人気チョコまで厳選した3選をご紹介します。コストコでも買える美味しいチョコレートたくさんあるんですが、その中でも特に中毒者続出間違いないチョコレートだけをピックアップしました。これからのバレンタインギフトにもぴったりだと思いますので、ぜひ最後までお見逃しなく。それではどうぞ。まずはコストコで大人気のチョコレート、マセスのプレーントリュフ。ハマることは避けられないほど美味しいトリュフチョコです。手で持つだけで溶け出してくるほどかなり口どけがいいです。生チョコのような濃厚さがありながらも、周りについているビターなココアパウダーがマッチして、くどい甘さはないです。1缶 500g 入っているので大容量、たっぷりと楽しむことができます。個包装ではないので、お家やご家族で楽しむにぴったりなチョコですが、正直自分用に独り占めしたくなります。トリュフチョコ好きな人には絶対買ってほしい一品です。ちなみに同じブランドで4種のアソートもありますが、おすすめは断然プレーンですね。こちらも口どけはいいんですが、塩バターキャラメルが甘めで、ちょっと私には合わなかったです。でもこのオレンジピールはほろ苦さもあって美味しかったです。なのでビター系が好きな方はプレーンがおすすめ。ただ個包装タイプなので配ったりするのにはぴったりです。チョコレート自体はとても美味しいので、甘いチョコが好きな方に渡すと喜ばれると思います。続いては世界中で愛されているチョコレートギフトでおなじみのリンツシリーズ。滑らかな口どけで、中のフィリングもとろってしてて、2段階にとろける感じを味わえる贅沢なチョコです。そんな贅沢なチョコがリンツショップで買うと1粒約100円なんですが、コストコだと約50円と半分の値段で買えるので、恐ろしいほどお買い得です。それぞれ入っているフレーバーが違いますが、一番人気はやはりゴールドの箱ですね。どのフレーバーも口に残る嫌な甘さはないので、さすが高級チョコだなと思います。個人的に赤いミルクが一番好きでした。個包装なので友人や職場に配るのにもぴったりです。なかなかリンツを手軽に手に入れられる地域に住んでいないので、友人にちょっとしたギフトで渡したらめっちゃ喜んでました。なのでバレンタイン用にもおすすめです。そしてチョコレート界の王様、ゴディバ。前回の動画でも紹介したこのマスターピースアソートボックスもめちゃくちゃおすすめです。味はこの4種類ですが、ダーク系のチョコが好きな私でも虜になる絶妙な甘さで美味しかったです。改めて詳しく紹介すると、ガナッシュは口どけ抜群です。1個で満足できる濃厚さがありますが、ねっとりした嫌な甘さはなく上品な甘さです。キャラメルは中のソースがとろっとしているのが特徴でも、不思議とくどい甘さがないのが最高。ダーク派な私でもこれは美味しかったです。ダークチョコレートはほろ苦さがありつつも、ダークチョコ特有の粉っぽさが控えめで滑らかです。ヘーゼルナッツは口に入れた瞬間、ナッツの香ばしい香りと滑らかなミルクチョコがマッチして美味しかったです。全部で45個入っていて、ダークが12個、他は11個でした。個包装なので配るチョコにもぴったりだと思います。日本人にも馴染みのある高級チョコレートなので、家族に渡しても職場や友人にお渡ししても喜ばれると思います。確実にハマるチョコ、それはコストコでは専門店よりもお買い得に手に入れられるので大容量にはなりますが、買うならコストコがおすすめです。今回紹介したのは大容量でも全然消費するのに苦にならない美味しいチョコレートです。特にマセスのプレーンはめちゃくちゃハマりました。どれもコスパ最強なので参考になれば嬉しいです。今後もみんながハマった人気商品やおすすめ商品紹介していきますので、そういった動画をこれからも見逃したくない人は、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。